明日2023年6月28日午後1時30分に東京高裁で全国部落調査事件、全国部落調査の出版禁止についての判決が出されます。地裁ではね、一部出版禁止になってるんだけども、高裁ではどうなるかっていうところですね。で、このことについてはですね、ネットニュースでは今のところ西日本新聞しか触れてないですね。とにかく明日です。で、もし判決をね、その場で見たい方は傍聴券配られるんで、1時間ぐらい前には多分来といた方がいいと思います。午後12時半ぐらいですね。そのぐらいには裁判所に来といた方がいいし、まあ私もね、私多分一人行くと思うんだけども、裁判所にいるんで、もし声をかけていただければ、先着で1名様に特別傍聴券、もし残ってたらあげるんで、早いもん勝ちです。なんで、まあ気軽に声かけてください。で、13時30分判決が出て、まあ、それが終わったらなるべく早くこのチャンネルでね、ぜひチャンネル登録しておいてください。このチャンネルでライブして速報するようにいたしますので、楽しみにしておいてください。で、私の予想なんですけども、まあ、一審ではね、地裁は一部出版禁止っていう判断をしてるんだけども、僕は高確率で全面的な出版禁止をしようとするだろうなというふうに思います。ただこれが裁判所にとって、まあさらにはこの国にとっては良くないことだろうなと私は思ってるわけです。で、そこをね、まあ今回一応、まあ判決の前ということで解説するんだけども、まあ法理論的に出版禁止っていうのは破綻してるんですよ、法律の理屈としてはですね。その部落の地名が書いたような出版物を出版禁止にするような法律っていうものはないんですね、日本には。で、まあ、よく出版禁止されるようなものって言ったら、まあ、都道府県のね、青少年育成条例に引っかかるだとか、わいせつ物だとか、あるいは、まあ、それそのものが犯罪をね、煽るようなものだったりだとか、あるいはですね、まあ、それ以外だったら、やっぱプライバシー侵害っていうのがあるんですよ。で、今回の件も、プライバシー侵害っていう判断を一審でされてるんだけども、でも全国部落調査ってね、戦前に作られたもので、そこに今回訴えた方の個人のプライバシーなんてどこにも書かれてないです。それを地名がプライバシーだっていうようなこじつけをやったわけですね。だから僕はそれについては超法規的措置だっていうふうに言ってるんですね。法律外の措置だと。まあ、いわばね、その刑務所に入ってる人をテロリストに脅されて釈放するようなもんですよっていうふうに僕は思ってるわけです。で、まさにね、この裁判されてる最中に、ブラック差別解消推進法なるものがね、国会で成立したんだけども、それにすらね、こういうブラックの地名が書いたものについて、公にするなというようなことは書いてないんです。だから立法府が動いても、出版禁止というような措置は法律を持ってしても取られなかったんですよね。それを裁判所がですね、無理やりやるっていうのは、もう僕はまさに超法規的措置だということになるわけで、まあ、それがまずそういうね、強引なことをやるっていうことは裁判所にとってどうなのとね、ということなんですね。で、まあそこは感情論だとか理屈、感情論というか、まあ政治的な、まあ意見としてですね、その部落の人が傷つくとか、今この結婚差別に使われるだの、そういうこと言われるんだけども、じゃあね、2016年訴えられてから、まあ今に至るまで、そんな被害者なんてどこにも出てないんですよ。で、いや、実は被害に遭われた方がいて言い出せないだけなんだとか言う人もいるけども、そんなの水かけ論じゃないですか。もうね、もう6、7年、もうそのぐらい経ってるわけですよ。こんだけ長い時間経っても何も出てこないっていうのは、それはもうそもそも被害というものがないというふうに考えた方がいいんじゃないかっていうことなんですね。だから実質的に誰も損害受けてないのに、出版禁止にして私から金取ろうとしてるわけですよ、関係もない人たちが。ということが、まあ、今回の問題なんですね。で、この部落の地名を出すなっていう考え方っていうにはね、もう普遍性がないわけですね。結局差別があるから部落の地名出したらダメだっていうことが、まあ理屈なんだけども、じゃあそういうこと100年後もできますかと。じゃあ日本国外でそういうこと通用しますかっていうことになると、もうとても普遍性がない話なんですね。ほんと短期的な、もう本当に文字通り姑息な考え方でしかないわけです。おそらく今後起こりうることとしたら、まあ部落関係の研究っていうのはもう停滞するでしょう。もうまともな人はもう歴史的なその研究をやってそれを発表するっていうことはね、できなくなる。特に解放同盟の意向に反するような発表っていうことはできなくなるわけなんですね。ただ一方で過去に出されたものに関しては、
もうインターネットでね、Google Books だとか、もうさらには最近だと国立国会図書館のデジタルアーカイブでね、日本の特殊部落だの、そういう、その部落の地名列挙されたような本が、もうネットでも検索して見られるようになってるんですね。で、そういうものとの整合性はどうなんだと。で、解放同盟が出してるね、解放新聞にもたまに部落の地名載ってたりするけども、そういうものに、ものとの整合性はどうなんだっていうことがあるんですよね。だからするといくら裁判所がね、部落の地名出すのはプライバシー侵害だ、全国部落調査は出版禁止だっていうふうに言ったとしても、じゃあ他に同じようなものがあるじゃないかっていうことになると、この判決そのものの信頼性、規範性が問われるっていうふうに思いますよ、私も。そのじゃあ研究書物ね、今ネットで公開されてるような書物なんかいいのか、あるいは解放同盟の出版物なのはいいのかと、あと行政資料なんかはどうなのかっていうことになると、結局いくらでも、まあれはいいんだみたいなね、抜け道を裁判所は多分言ってくると思うんですよ。そうすると、じゃあそんな判決にどこまで規範性があるんだっていうことですね。本当に今回限りの話になって、じゃあ僕もその、いや研究目的だとか、いや全国部落調査じゃなければいいんですよっていうふうになると、まあ私だっていくらでも抜け道を見つけられますよね。ということで、だから判決自体はもう無効化されるというか、まあ言ってみればちょっと変な言い方なんだけども、悪い人にとっては無効化する。まあ僕みたいなちょっとこの、あまりね、この世の中の規範というものを守らないような人間にとってはあまり意味がなくて、むしろこう真面目な研究者の人が、バカを見るみたいなことになるんじゃないかな、というふうに思うんですよね。そして僕は懸念してるのは、例えばその暴力団組織のようなものが、こう、部落にね、この、まあその組織を作って、で、部落の地名をね、その、監視したりしたらですね、その名前に部落の地名入れたり、まあ、童話だの、部落だのって入れたら、それ、もう悪いことをやっても、報道できなくなっちゃうんじゃないかっていうことなんですよね。まあ、実際、津市の愛宕町の部落の中に暴力団の組があったりするけども、まあ、他にもね、僕結構部落探訪してると、あそこ暴力団の事務所だよって言われるのありますね、部落の近くとか、部落の中に。だからそういうふうに反社の人たちが、その、部落の中でね、童話団体組織して悪いことをやったら、もう一切触れられなくなっちゃうんじゃないかと。まあ、すでにそういう状況になってるんだけども、まあ、それを裁判所が追認するようなことになって、まあ、また部落関係の団体が怪しいな事件を起こすっていうことが続くのかな。で、まあ、それによって部落に対する偏見というか、まあ、偏見どころかね、その部落は怖いという考え方を補強するようなことが続いてしまうんじゃないかな、というふうに思うわけですね。で、あと今回の問題については、その裁判所のね、まあ一審の理屈としては、その原告は部落に住んでる、あるいは本籍地が部落にあるから、だからその部落の地名はその人たちのプライバシーなんだっていう、まあそういう超アクロバティックな理屈を言ってるんだけども、そのためになんか戸籍謄本の住民票出したくないからって言って公正証書を作ったんですよね、公証役場で。で、その公証役場の公正証書に、なんかその原告が、もうここに書いてある人たちは、被差別部落出身者だみたいなのが書いてあるんですよね。だから、まあ僕は裁判所にも言ってるんだけども、これって結局人別帳と何も変わらないんじゃないかと。もうこの法廷っていうのはもう江戸時代のお知らせと一緒で、もうね、もうなるほど、この原告らは確かに得たであるっていうふうにお奉行様が改めてるのと何も変わらないじゃないですかって、もう判決そのものがもう現代の身分制じゃないですかっていうことを僕は言ってるわけです。まあ実際僕はそうだと思うし、で、公証役場っていうのは公平に対応しないといけないんで、今回ね、こうやって裁判の例として、この公証役場がね作ったこの人たちは部落民ですっていうような、このね公正証書が証拠として認められて判決が出てしまうと、まあ公証役場はね、今後ね、じゃあ部落民ということを、被差別部落出身者ということを証明するその書類を作ってくださいって言われた時に断れなくなりますよ。まあ、それこそ、その、プロレスで、自作自演で裁判なんか起こして、裁判の証拠に必要だからっていうことで、そういう部落民証明するような書類っていうのを、公証役場が作っていいっていうことになってしまいますからね。だから、まあ、今回の件に関しては、非常に、その、問題があるんじゃないかな、というふうに思ってます。まあ、まとめるとですね、
まあ実際その被害というものは起きてないで、法理論的にはもう超法規的措置なんだと。で、反社会的な人たちが部落に拠点を作って、部落の地名を冠したような、あるいは童話だの部落だのいうような名前の組織を作ったら、もうね、報道できなくなってしまう。で、まあ将来的に100年後に部落の地名出すのが差別だっていうような考え方には普遍性がないし、で、実際に今国立国会図書館で見れる部落の地名書かれたような書籍がね、まあ存在してるっていうことと整合性がつかない。まあいろいろ問題があります。まあその問題について、じゃあ裁判所がクリアにするのか、あるいはもう問題だらけの判決文を出すのか、まあそのあたりに注目していこうかと思います。ということで、ぜひ明日の裁判の結果注目しておいてください。